You are so original. You're my favorite in the dance act. You deserve to go to the finals. Yes. I love the way you move. I love the way you walk. I love everything. I love the changes of the outfits. It was very dynamic and super good. Thank you so much. Thank you. You are going to make this season very, very special. You're going to see me. It was really good. It was very creative. 皆さんこんにちは、成瀬です。今日は急遽カメラを回しています。なぜなら今アメリカで行われている世界中ですごい才能を持った人たちが競い合う America's Got Talent AGT という番組が大人気の番組があるんですけれども、そこで2つの日本人のグループが参加していて、しかも今決勝に残っているんです。すごいです。アバンギャルディとチビユニティっていうダンスグループがすごい大活躍していて、アメリカ人も大絶賛してるんですね。で、今なぜこの瞬間私がビデオを出したいかっていうと、実は私すごくビデオを出すのが遅いんですけれども、アメリカ時間の火曜日夜、だから日本時間の水曜日ですね、に生放送で決勝戦が放送されて、その夜から朝にかけて視聴者の投票によって優勝者が決まるんです。すごいのがインスタとか YouTube にもう放送された瞬間にすぐアップされるので、生放送を見てない人でもすぐ見て投票できるようになってます。なので2つのグループを応援したい、もしくは日本を頑張ってる日本を応援したいなと思ってる人が投票できるように、後で投票の仕方も載せておきます。私はもう準決勝を生で見るまで投票のシステムがあることを知らなかったんですね。だからこのビデオを作ってみんなに知ってもらいたいなと思いましたので、最後まで見てください。私はですね、今アメリカに住んでいるんですけど、もうアバンギャルディというグループはもう知っていて、結構ソーシャルメディアとかで有名になっていました。でも AGT に出てアメリカ人のいろんな人に知ってもらえて、本当にすごいチャンスだなと思っています。でその後にチビユニティというグループがあることに知ったんですけど、チビユニティは生では見てないんですけど、もうビデオだけでもすごく感動しました。ソーシャルメディアにもすごいたくさん素晴らしいっていうコメントが海外からあったんですけど、私もアメリカ人の友達に見せてどんな反応するかっていうのを見てみました。Oh shoot. It's like BTS meets the ring. I would hate to be the one that messes up the dance moves, the artistic direction. That is incredible. I don't know how people are able to do that kind of choreography. So in sync. It was really good. It was very creative. Weird, but like in a good way. So I like them, they're cute.So when you want something done well, it has to be Japanese. They always upgrade it. Great job. アメリカ人のコメント面白いですよね。はい。でも本当に日本人、日本の文化、日本の伝統、もう日本の国がすごいなって私も思っていて、日本にいる日本人の人も海外にいる日本人の人もすごい誇りに思ってほしいなと思ってて、最近日本ってコロナ明けてから街に活気がなくなっちゃって、経済的にも大変で元気がなくなってる人が多いのかなって思うんですけど、これを見て日本人すごいんだよ、日本ってすごいんだよっていうのを知って元気になってもらいたかったんですね。私自身は海外にずっと生活していて、本当に母国、マザーランドって英語でも言うんですけど、母っていう言葉を使っていて、離れて生活してみて
母とか母国のありがたみや素晴らしさが分かるんだなって痛感しています。日本人であるから結構特別扱いされる時があるなとも思っていて、海外の人から見たら日本人って勤勉だったり真面目だったりすごく親切だったり気を使える人たちなので、街中で歩いてたりとかウーバーに乗ったりとかしたら、あ、日本人なのって喜ばれることもあるので、私も海外でのエンタメで働いている身としてもっと日本のレガシー、素晴らしいレガシーを残していきたいなって思ってるし、剣術をやったりとかもしています。なのでもっと頑張りますのでよろしくお願いいたします。私の話かよじゃないんですよ。とにかく投票で、投票の仕方なんですけど NBC のサイトから投票することができます。ただ日本にいる日本人の人は地域エリアの制限があって投票できないことがあるっていうのを聞いていて、海外の人たちは VPNっていうのを使ってエリアを変えて投票している人たちがいっぱいいるそうです。無料でアプリとか VPN ダウンロードできて地域とかを変えられるみたいなので、私はたまに違うことで使ったりとかして日本のコンテンツとか見たい時に活用しています。というわけでアバンギャルデさん、チビューニティさん、本当に素晴らしいです。私は会場に行って見に行って応援しに行きますので頑張ってください。そして日本の皆さんも本当見てくださってありがとうございます。もしよかったら投票してください。決勝が終わったらその後の様子もちょっとビデオでアップしてみたいと思いますので、また引き続き見てください。では See you next time, bye!